大福です。はい、また今日も怪しい格好してますけども、あ、まあこうちょっと現場見ましょうかね。これね、ここね、その電気屋さんにこのパイプを通してもらってね、ここの継ぎ目をねコーキング剤でやってもらってね、まあ、固まるまでこのままにしといてよと言われてたんですけども、ちょっと無事ねこれ固まったようなんで、今日はねここ、埋め戻していきたいと思いますね。はい、まあ、なんで埋め戻すかちょっとね考えてるんですけども、別にね、まあ、土も大量にあるんで、ね、別に土もやってもいいですしね、ここにねコンクリートを砕いた粉になったやつね、大福園ちょっといらんもんいっぱいあってですね、これもまあまあの量ちょっとね、貯金っていうかね、畑の隅っこに置いてるんですけど、これをね、まあ、ちょっと袋に入れて、3つかな、持ってきましたんで、これもまあ使っていけたらいいなと思いますね。はい、まあその後間にですね、この石ですね、柄とかにね使いにくいね、この形の悪い団子みたいな石ね、そういうのとかを適当にこう詰めながらね、埋め戻していきたいなと思ってますね。はい、ある程度埋まったらですね、石垣ね、まあ再現しないといけないんで、まあこの横のね、この石積みとかね、もともとあった石垣ね、あっち、この辺りとうまくねできるか分かりませんけど、まあ、うまく接続しながらね、積み上がっていきたいと思いますね。はい、はいはい、あのね、ここまで行きましたね。あ、ちょうどここね、腐った紐で汚い紐をここに、出してるんですけどね、ここねもともとパイプ用で穴掘ってた場所ですよね。はい、でここはね穴を埋めて、その後、まあ、石積みをねごめんね私デビュー作なんでちょっとね、あのまあ恥ずかしいんですけど、一応記録ということでねこれ動画に残しておきましょうかね。なんかねこう見るとね、やっぱり良くない積み方してますよね。あのまあ例えばこれ良くない例ですね、これ四つ巻きって言ってね、この石ちっちゃいですけどね、まあ、この石の周りをね 1,2,3,4 とね4つの石で囲んでる積み方になってますけどね、これ良くない積み方のねもう代表的な例ですね。これね、なるんですね。なんかこう谷積みって言うんですけども、この石と石の間の上にねこうやって乗せていくみたいなことばっかりやってるとね、こうねなりますね、やっぱね。四つ巻きよりもこう石のね直上に積んでるのが、まあそれも問題かもしれませんね。このちっちゃい石がね、この大きな石のね荷重をねほとんどこれ一つで受けるような積み方になってるんでね、この石が弱いんですよね。それが理由で良くないとされてる積み方ですね。あとねこれはね一見良くない積み方ですね。縦に置いてますよね。この下の石がねこの石がまたねまたこう重さを直接受けるような格好になってるように見えますけども、この石実はね棒状の長い石でね、これ見えてる面よりもねずっと奥に入っててですね、でしかもこう斜めに入っててですね、まあここだけではなくてね、この石の底面でね全体で荷重を受けるような積み方してるんで、まあちょっと許してねっていう感じですね。難しいですねやっぱりね、やってみるのとね、できた石垣をね、こうああじゃこうじゃ言うんとではねやっぱ違いますね。まあまあやっぱねやってみないとやっぱ分かりませんねこういうのも。まあでもとにかくねここまではやってみたんですよね。あとね、まあちょっとやっててですね、ここですね、ここね、これちょっと動画やと分かりにくいですけども、ちょっと斜めにね上り坂みたいな格好でね
ちょっと逆に土をここは削り取って、段差を低くちょっとやり直しましたね。マサオが出入りできたらね、便利かなと思ってね。ちょっとこんな小細工っていうかちょっとねやってみましたね。あとはね、ここに、メッシュまたねこれ本設置するんですけども、この柵もですね取り外し式にしておけばね、マサオの出入りはもちろんですけども、ここの畑の、収穫したみかんをですねこっち向いてね、出せますと、ね、そしたらここに車をこう横付けすればね、積みやすいかなと思って、この辺りねみかんをの入ったコンテナを持った状態でね、ここに足をかけたりするんで、ここがね頼りないとね危険なんで、大きめの石でね、そして平たい石で、天板石っていうんですけども、この石垣の上はねそういう大きな平たい石を多めに使ってね、この辺りそうなんですけど、これちょっと安定するようにっていうことで、そういう積み方をやってみましたね。上にね今これ土とりあえずかぶせてますけども、このままだったらね流れますからね、土草とか生えてきたらね流れ出したりしないと思うんですけども、この状態だとあんまり良くないかなと思いますね。何かいい方法を思いついたらねまたちょっとやりたいと思いますね。でも結構形になりましたね、こう見るとね。あとはですね、これ電気工事やってもらうのとね、それからこのメッシュ柵の、復元ですね。柵を復元するときにね、同時にその柵のこの辺りですかね、出入り口を、作るというのでやればね完成ですね、これで。ゴール見えてきましたね。もう一息なんですけどね、こればっかりやっててもねしょうがないんで、もう次の動画ぐらいでね終わりたいと思います。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてね、みんな元気に楽しく、やっていきましょう。はい、それじゃあさよなら。もう日差し当たってきたな、涼しいうちに、やれてよかったわ。